早川洋は、株式会社テレビ朝日ホールディングステレビ朝日、代表取締役会長兼 CEO。一般社団法人日本民間放送連盟、副会長、東映株式会社社外取締役。朝日放送株式会社社外取締役。公益財団法人朝日新聞文化、財団評議員。東映アニメーション株式会社社外取締役を、歴任した。 早川のニックネームである、要は、女優のよれくら良子が名付けた、山梨県笛吹市出身、山梨県立日川高等学校を経て、中央大学法学部卒業、テレビ朝日の前身である、株式会社日本教育テレビに入社、アンニュースをはじめとして、主に報道畑を歩む、1980年には、靴和田隆内田忠夫 安藤優子をキャスターに起用したビッグニュース賞今世界はのディレクターを務め、1983年からは筑紫哲也の TV スクープ等も担当。1985年には初代プロデューサーとして久米博のニュースステーションをスタートさせ、その後も田原総一郎の朝まで生テレビや小宮悦子のスーパー J チャンネル等を担当する。 2009年6月25日、第13代テレビ朝日社長に就任する。テレビ朝日の歴代社長は、ネットテレビから、全国朝日放送への社名変更以降これまで、朝日新聞社出身者が務めていたが、テレビ朝日からのえ抜き社長就任は早川が初で、ある。2009年3月期決算で開局以来初の、最終赤字に転落して、不祥事が続発し、 組織的な取り組みだけでなく、テレビマンの誇りが大切と放送倫理の向上をアピールしている。2012年日本民間放送連盟副会長。社長就任後に2時間の放送が主流だったゴールデンタイムの特番を3時間の放送とし、21時54分から放送する報道ステーションにつなげたり、相棒を 夕方の時間帯に再放送するなど数々の改革を行い、視聴率でキー局万年注意だったテレビ朝日を主位に押し上げた。2013年4月発表の2012年度、平均視聴率で19から22時のゴールデンタイムと19から23時のプライムタイムで1位となる。2014年7月1日付で代表取締役、会長兼 CEO に就任し、 株式会社ビデオリサーチ社外取締役 NPO 法人映像産業振興機構理事を務める。主席で藤田進と意気投合して2016年3月1日にアベマ t v を発足させた。ありがとうございます。